はい。キャバクラバトルスタートです。さあ、ついにやってまいりましたリーグチャンピオンシップ。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。本気見せてあげるね。負けらんねえな。キャバクラグランプリナンバーワンを選ぼうの戦いの火蓋が切って落とされました。ようこそ楽しく行こうよ。アイカです、よろしくね。どうも。美人じゃないか。いらっしゃいませ。また来たよ。カナです、よろしくお願いします。かわいいね。いらっしゃいます。どうもお客さん。楽しいな。はじめまして、ショウコです。フォーシャインへようこそ。めっちゃタイプや。ようこそ。よろしく頼むよ。フォーシャイン。お願いします。助けを求めてるように見えますが、フォーシャイン店長、さりげなくフォローします。失礼します。それでどうですか。おや、フォーシャインの女の子たちの顔色が悪くなった。
ようこそ。すごい当社。よろしく。かわいいじゃないか。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。どう動いてくるのか。盛り上がってきた。お待ちしてました。助けを求めてるように見えますが、放射員店長、さりげなくフォローします。失礼します。お願いします。助けを求めてるように見えますが、放射員店長、さりげなくフォローします。放射員、いらっしゃいませ。売り上げが100万円突破。ここまでの演技だよ。いらっしゃいませ。かわいいね。お願いします。お会計です。延長で。ご延長ありがとうございます。放射員フィーバータイムだ。かわいいかわいいね。いらっしゃいませ。よろしく。会計ですね。お願いします。助けを求めてるように見えますが、放射員店長、さりげなくフォローします。助けを求めてるように見えますが、タイプだよ君。放射員店長、さりげなくフォローします。会計ですね。いらっしゃいませ。お客さん。盛り上がってきた。今日は盛り上がる。放射員フィーバータイムだ。お願いします。お会計ですね。ようこそ。ここで年金が経過。楽しいな。お願いします。お会計ですね。よろしくお願いします。ありがとうございました。お会計ですね。ありがとうございました。いらっしゃいませ、お客さん。助けを求めてるように見えますが、放射員店長、さりげなくフォローします。失礼します。盛り上がりましょう。かわいいじゃないか。ようこそ。放射員。盛り上がってきちゃった。いらっしゃいませ。タイプだよ君。お願いします。助けを求めてるように見えますが、残り時間はあとわずか。放射員店長、さりげなくフォローします。ようこそ放射員。盛り上がっていきましょう。お願いします。放射員フィーバータイムだ。放射員、売上が500万円突破だ。店長も女の子をしっかり支えてくれています。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。放射員の売り上げは絶好調だ。お会計です。どこまで伸ばすことができるでしょうか。ご延長ありがとうございます。これは超お金持ちが放射員に降臨だ。行くぜ、パーティーはこれからだ。ありがとうございます。楽しいですね。放射員
終了。果たして勝負の行方は。みんなよくやったな。なんだって？What?
みません。ん？
Hey! Kiruja. Nani?
Ooh.
いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ、お客様。ユキです。よろしくお願いしますね。楽しんでいってください。美人さんだな。ようこそ、当社員。いらっしゃいませ。いいね、いいね。いらっしゃいませ。また来たよ。お客様、素敵だよ。翔子と申します。盛り上がりましょう。かわいいね。お願いします。助けを求めてるみたいやが。店長のさりげないフォロー。失礼します。ごゆっくりどうぞ。ようこそ、当社員。かわいいな。ヨアです。今日は楽しみましょうね。当社員50万円突破や。ようこそ、また来たね。当社員楽しいな。よろしくお願いします。お願いします。助けを求めてるみたいやが。助けを求めてるみたいやが。ケリュウちゃんがナイスサポートや。失礼します。ケリュウちゃんがナイスサポートや。お願いします。当社員、お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。ここで1分が経過しました。そうなんですか。最高や。お待ちしてました。美人じゃないか。当社員、フィーバータイムだ。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。
会計ですね。お会計ですね。助けを求めてるみたいやが、店長のさりげないフォロー。いらっしゃいませ。お客様、ついに500万円突破や。ようこそ放射線。いいじゃないか。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。ようこそ楽しくよ。残り2分が経過。いいよ。よっしゃ。紅茶院の売り上げが絶好調や。お会計ですね。やるやないか、キリュウちゃん。またお待ちしております。ようこそ楽しく紅茶院。盛り上がってきちゃったよ。かわいいじゃないか。お会計ですね。また来てくださいね。フォーシャイン売り上げが大台に乗ったぜ。盛り上がってきちゃったよ。助けを求めてるみたいやが、よろしくお願いします。フォーシャインフィーバータイムだ。皆様今宵はすごい素敵騒ぎましょう。残り時間わずか。パーとかけるや。すみません、お願いします。お会計ですね。お会計ですね。ありがとうございました。お会計ですね。またお待ちしております。ようこそ。また来てくれよ。いらっしゃいませ。かわいいじゃないか。お願いします。助けを求めてるみたいやが、店長のさりげないフォロー。失礼します。ごゆっくりどうぞ。おっと、いかにもお金持ちな客がご来店。行くぜ、パーティーはこれからだ。楽しいですね。フォーシャイン最高。大発表で。
ユアは仕事以外でどんな感じなのかあまり想像がつかないな。そうですか？ごくごく普通の女の子ですよ。じゃあ休みの日は何をしていることが多いんだ？そうですね、お家でアイドルの DVD を見てることが多いかも。アイドルが好きなのか？はい、ユアアイドル大好きなんですよ。アイドルが好きなのは男だけかと思っていたが、女のファンもいるのか？もちろん、最近女の子のアイドルファンがすっごい増えてるんですよ。可愛い女の子たちが一生懸命歌って踊ってるのを見てると元気をもらえるんですよね。そういうもんなのか。はい、キリュウさんにもおすすめですよ。あ、今度貸しましょうか？そこまで言うならぜひ借りてみよう。わあ、本当ですか？ああ、ユアのことをもっと知るきっかけになるかもしれないしな。キリュウさん、ありがとう。ユア、キリュウさんのその気持ち嬉しいな。ますますお仕事も頑張っちゃおっと。よろしく頼むぜ。それにしてもユアがそこまでアイドルが好きだったとはな。まあユア自身元アイドルだし、だから気になるってとこもあります。そういえばそんな話を聞いた気がする。本当にアイドルだったのか？本当ですってば。こう見えて結構人気だったんですよ。そうなのか、それはすごいな。だが人気があったんならどうして辞めたんだ？どうしてだと思います？金が稼げなかったからじゃないのか？悪い事務所だとピンハネがひどくて身入りが少ないと聞くぜ。キリュウさん、意外と情報通ですね。確かにそういう事務所はあるみたいですよね。うちは大丈夫でしたけど、お金に困ってたのは当たってるから半分正解。アイドル時代になかなか食べていけなくって、バイトのつもりでキャバを始めたのがきっかけです。そうしたらなんか私すっごいやってたみたいで、すぐにお店のエースになっちゃったんです。アイドルは昔からの夢だったけど、自分のいるべき場所はここなんだなって、それが辞めた理由かな。私に合ってる場所はキャバクラだと思ったんです。そうか、キャバクラで輝くのも誰にでもできるもんじゃねえ。ユアがキャバクラ選んでよかったと思えるんなら、それが正解なんじゃねえか。うん、ユアは間違ってなかったと思うよ。おかげでキリュウさんにも出会えたしね。うまいな。やはりキャバ嬢はユアに合っているんだな。あまり想像できないんだが、アイドルってのは普段どんなことをするんだ？いろいろあるけど、基本は歌とダンスですね。ライブしたりレッスンしたりって感じです。それ以外だと握手会とかファンの皆さんとの交流イベントみたいなものがありますね。ほう、握手会か。確かにファンは嬉しいかもな。すっごい好評でしたよ。あとはグラビアとかかな。グラビア？はい、可愛いビキニとか着れるんですよね。結構セクシーなのもあったな。セクシービキニ？キリュウさん？いやすまん。だが
どれもファンにとっては魅力的だな。似たようなことをやればうちの客たちも喜ぶもんがあるかもしれないな。確かにそうですね。放射員でやるとしたら何をやろう。ユアのステージイベントを入れるなんてどうだ。キャー、それいいですね。ユア頑張って歌って踊っちゃおう。店も華やかになるし、ユアの力や経験をしっかり活用できた方がいいからな。いろいろと面白いことをやっていこうぜ。はい。キリュウさんってやり手。ユア、歌に踊りに接客に頑張るね。しかし最近のアイドルってのはいろいろやるんだな。俺の時代とは違うぜ。キリュウさんの頃のアイドルってどんな感じだったんですか？今みたいに大勢のグループってのはあまり多くなかったな。それに直接会えるような機会なんてほとんどなかった気がするぜ。へえ、そうなんですか。キリュウさんも青春時代好きなアイドルとかいたんですか？確かに好きなアイドルはいたな。そうなんですか。誰ですか、誰ですか。まあ国民的人気のあったアイドルさ。そこまで入れ込むことはなかったかな。へえ、キリュウさんにもそういう時代があったんですね。やっぱりキリュウさんも人間だったんですね。おいおい、俺をどんな風に見てたんだ。
いらっしゃいませ、お客様。ようこそ、当社に。盛り上がってきた。盛り上がりましょうか。いいじゃないか。いらっしゃいませ、お客様。可愛いな。美人じゃないか。ようこそ。また来ちゃったよ。そうなんです。楽しいな。いらっしゃい。面白いね、君。いらっしゃいませ。助けを求めてるみたいやが。助けを求めてるみたいやが。店長のさりげないフォロー。おしゃれ売り上げが100万円突破。店長のさりげないフォロー。失礼します。盛り上がりますよ。いまいち。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。フォーシャインフィーバーテルみたいやが。キリュウちゃんがナイスサポートや。1分経過。ここからどうなるんや。助けを求めてるみたいんやが。キリュウちゃんがナイスサポートや。お会計ですね。延長お願い。ご延長ありがとうございます。ついに500万円突破や。お願いします。お会計ですね。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。お会計ですね。フォーシャインの売り上げが絶好調や。ようこそ。やるじゃないか。フォーシャイン。はじめまして、ヨアです。よろしくお願いします。お会計ですね。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。いらっしゃいませ、お客様。素敵ですね。今日は最高だ。お会計ですね。ユキです。よろしくお願いしますね。お待ちしてます。可愛い。フォーシャイン。売り上げが大台に乗ったね。盛り上がってきちゃったよ。お会計ですね。最後まで油断はできへんで。おおきにね。いらっしゃい。美人じゃないか。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。お客様今日は最高だ。ようこそ、フォーシャイン。素敵だよ、君。いらっしゃい。フォーシャイン、
フィーバータイムだ。皆様今宵は騒ぎましょう。会計ですね。残り時間わずか。パートかけるや。いらっしゃいませ。お客様。盛り上がってきた。信じられない売り上げや。かわいいな。これが某社員の実力やな。王社員に降臨や。パーティーはこれからだ。ありがとうございます。楽しいですね。フォーシャイン最高。キリュウさん、大阪のお客さんってアグレッシブな人が多いんですかね。ん？どうかしたのか。前の店の時よりも積極的な方が多くって、この前も何もない日にプレゼントくれたりとか。ほう。だがそのくらい他の店でもありそうだな。それがそのプレゼント、なんと車だったんです。おお、車だと。はい、さすがに慌てちゃいましたね。車をプレゼントなんてなかなかできるもんじゃない。それだけユアは愛されてるってことさ。そうですね。もちろん車はお返ししましたけどね。でも嬉しいけど悪いなって気もしちゃって、こんなことまでしなくても愛は伝わってるのにって。ならそれを言ってやればいいさ。客からの気持ちが一番嬉しいのと同じように、ユアからの気持ちが客も一番嬉しいはずさ。キリュウさん、確かにそうですね。ユア、感謝の気持ちをもっと伝えようっと。うん。ああ、きっとみんな喜ぶさ。しかしユアはモテるみたいだな。
言い寄ってくる客の中に気になる奴はいないのか。みんないい人ですけど、恋愛対象に思える人はいないかな。ユアの理想が高すぎなのかな。どんなタイプがいいんだ。強いて言うなら、かっこよくて、優しくて、強くて、お金持ちで、白馬に乗ってる王子様かな。なるほどな。ユアなら出会えると思うぞ。本当ですか。キリュウさんがそう言うなら期待しちゃおっかな。ちなみにかなり理想に近い人は見つけたんですけどね。おお、そうなのか。はい、白馬には乗ってないんですけど、それ以外は完璧な人がいて。おお、なら、そいつが今後白馬に乗るか注目しないとな。そうですね。早く乗ってくれないかな、その人。しかし客からの人気もかなりのもんだ。やはりユアはキャバ嬢としての才能があるんだろう。自分でも合ってるなとは思います。でも才能があるかっていうとどうだろう。どうしてそう思うんだ。だってユアボンミスが多いんですよ。ドジっ子だし、細かい失敗も今もたくさんしてます。特に困ってるのは、お客さんの名前をよく間違えちゃうことなんですよね。間違える。うん、キリュウさんも最初はキリナマさんだと思ってたし、ソウテンボリもアオテンボリって読んでたし。ユア、そんなところも含めてお前の魅力だと思うぜ。ドジっ子が好きな男も多いからな。キリュウさん、ありがとうございます。でも人によっては失礼に思う人もいると思うし、ミスは減らしていきたいな。ああ、ユアが気になるなら勉強してみてもいいかもな。手伝うぜ。本当ですか。じゃあその時は家庭教師お願いしますね。ん、あれあれあれ、どうかしたのか。早速ですけど、この漢字読めないな。仕方ないな、ユアは。どれ、俺が教えてやろう。うわ、ありがとうございます。これなんですけど、この文字か。うん、お寿司屋さんって難しい漢字が多くって、ユアってダメな子だな。この文字は、これは、すまん、わからん。え、キリュウさんもわからないんですか。ああ、魚は難しい漢字が多いからな。俺もわからないものは多いぜ。そっか、ならよかった。キリュウさんが読めないならユアも読めなくていいや。おいおい、こんなことでいちいち落ち込まないようにしよう。はあ、まあそれくらいの気持ちでもいいかもしれないな。
いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ、お客様。カナです。よろしくお願いします。どうもです。タイプだよ、君。ようこそ、放射に。盛り上がってきたわ。放射に50万円突破や。よろしくお願いします。うん、ようこそ、また来たよ。放射に助けを求めるみたいやが、キリュウちゃんがナイスサポートや。失礼します。助けを求めてるみたいんやが、キリュウちゃんがナイスサポートや。失礼します。お願いします。助けを求めてるみたいんやが、店長のさりげないフォロー。フォーシャインフィーバータイムだ。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。お願いします。助けを求めてるみたいんやが、店長のさりげないフォロー。ここで1分が経過しました。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。おしゃれみや。500万円突破。お待たせ。どうも。まだ来てな。おしゃれ、売り上げがすごいで。ようこそ、おしゃれ。おしゃれ、お会計ですね。お会計ですね。お会計ですね。またお待ちしております。ありがとうございました。かわいいね。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ、お客さん。退屈だね。かわいいな。ユアです。よろしくお願いしますね。今日は楽しみましょうね。面白いね君。お会計ですね。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。ようこそ、よろしく頼むよ。フォーシャイン。なんやら様子がおかしいで。偉人だね。店長、トラブル解決できず何やっとんねん。まだ来てな。こちら、楽しみましょう。だね。いらっしゃいますね。また来ちゃったよ。そうなんです。盛り上がってきた。フォーシャイン、売り上げが大台になったぜ。よろしくお願いします。2分経過。ようこそ、最後までお世話になって。2分で来ちゃったよ。助けを求めてるみたいんやが、
ケリュウちゃんがナイスサポートや。すごい楽しいな。盛り上がりましょうか。ソーシャインフィーバータイムだ。皆様今宵は素敵騒ぎましょう。会計ですね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。お会計ですね。残り時間はあとわずかや。楽しんでいってくださいね。助けを求めてるみたいやな。売り上げがとんでもない額に。なんかおごえ、キュルキュルちゃんがナイスサポートや。すごいです。かわいいな。お願いします。お会計ですね。やらせてくださいね。いらっしゃいませ。よろしく頼みや。お会計ですね。ありがとうございました。ようこそ交際。かわいいね。お願いします。お会計ですね。お茶飲み店の見せ所やで。パーティーはこれからだ。これはすごい。これちゃいます。ありがとうございます。楽しいですね。お茶飲み最高。キリュウさん、ちょっと相談してもいいですか？もちろんだ。どうかしたのか？実は最近、いつも人に見られてる感じがして。何？ストーカーとかか？はじめはユアもそうかと思ったんですけど、実は、パパラッチみたいなんです。パパラッチ？芸能人のプライベートとかを取って売る連中か。はい。ユアがキャバ嬢やってることを記事にするんですかね。そうか。ユアはアイドルだったし、記事のネタにされるかもしれないな。別に記事になることは構わないんですけど、好き勝手取られて書かれるのは嫌だな。
俺が守ってやる。え、キリオさんが？ああ、ユアを勝手に取ってネタにするなんて店長として放ってはおけねえ。それに世の中には危険な奴も多い。ユアに何かあったら困るからな。キリュウさん、ありがとうございます。実はちょっと怖かったんです。キリュウさんがいてくれるなら安心だな。しかしパパラッチに追われるなんて、ユアはかなり有名なアイドルだったんだな。そんな有名でもないよ。そこそこだよ。まあでも無名ってわけではなかったかな。だったらアイドル時代のファンも店に来てくれたりするのか？うん、昔から応援してくれてる人は今もお客さんで会いに来てくれるよ。特にユアが人気なかった頃から応援してくれてる人はすごく大事にしてるんだ。客思いのユアらしいな。ファンを大切にする姿勢はアイドル時代から変わらねえんだな。本当ですか？アイドルはファンに好かれてなんぼだから。どうやったらファンの人たちが喜んでくれるか、毎日毎日そればっかり考えてたんです。もしその経験がキャバクラにも生かされてるんだとしたら本当に嬉しい。生かされてると思うぜ。これからも大事にしろよ。はい、もちろん。アイドルからキャバ嬢になったが、ユアは将来どうなりたいとか夢はあるのか？夢ですか？ベタベタですけど、可愛いお嫁さんかな。ほう、結婚願望はあるんだな。ありまくりですよ。白馬に乗ったいい人がいたら結婚したいな。ユアすっごい尽くすタイプだと思うんです。旦那さんの希望に何でも応えちゃうんだ。何でも、あ、参考までに聞きたいんですけど、キリュウさんがユアと結婚するとしたら、キリュウさんはユアに何してほしいですか？うまい料理を作ってほしいな。料理ですか？お安い御用ですよ。ユアシェフにお任せくださいな。おお、料理うまいのか。得意料理は何だ？得意料理はラーメンですね。おお、月曜は醤油、火曜は塩、水曜は味噌、木曜はまた醤油でいいや。うん、毎日作れそうだから安心して結婚してね、キリュウさん。おお、毎日ラーメンか。しかし前の店でエースだったユアがうちに来てくれて本当によかった。ユアも放射院に入れてよかったって思ってます。本当か？うん、ユア放射院大好き。おお、放射院のどんなところが好きなんだ？店長さんなんですから当ててみてくださいよ。いいだろう。そうだな、みんなの仲がいいところじゃないか。確かにそれも正解。みんなすごいいい人だし仲良くて楽しいよ。それもってことは
何か他に正解があるのか。うん、一番はね、お客さんを大事にするところかな。客を大事にするところ。うん、前のお店は高級店でお金持ちの人以外は入っちゃいけないって感じだったんです。だからアイドル時代のファンの人の中にはお店に入れない人もいて。そうだったのか。でもフォーシャインはお客さんを選んだりとかしないじゃないですか。そういうところがすごく合ってるなって思うんだ。客思いのユアらしい回答だ。今はアイドルじゃないけど、お客さんにとってアイドルみたいな存在ではいたいなって思うの。アイドルはお客さんに夢を与えるもの。だからユアはこれからもお客さんをたくさん幸せにしてキャバ界のアイドルになるんだ。もう立派なアイドルだと思うぜ。いらっしゃいませ、お客様。ようこそ、当社に。かわいいな。いらっしゃいませ、お客様。よろしくお願いします。いいじゃないか。を求めてるみたいやが。店長のさりげないフォロー。ようこそ、また来たよ、フォーシャイン。盛り上がってきた。フォーシャイン50万円突破や。よろしくお願いします。いらっしゃいませ、お客様。盛り上がってきた。はいはい、助けを求めてるみたいやが。ケリュウちゃんがナイスサポートや。失礼します。フォーシャイン売り上げが100万円突破。お願いします。お会計です。延長で。ご延長ありがとうございます。会計です。延長で。ご延長ありがとうございます。フォーシャインフィーバータイムだ。お願いします。助けを求めてるみたいやが。店長のさりげないフォロー。
ここで1分が経過しました。助けを求めてるみたいやが、ケリュウちゃんがナイスサポートや。失礼します。お願いします。お会計です。延長で。ご延長ありがとうございます。フォーシャインフィーバータイムだ。フォーシャインついに500万円突破や。フォーシャインの売り上げが絶好調や。やるやないか。お会計ですね。お会計ですね。また来てくださいね。ようこそフォーシャイン。フォーシャイン売り上げが大台に乗ったで。みんな働きもんやな。楽しんでいってください。人参じゃないか。いらっしゃいますか。お会計ですね。なるほど。そうなんよ。ありがとうございます。お願い。お会計ですね。ようこそ。フォーシャイン。楽しいな。ユアです。よろしくお願いしますね。今日は楽しみましょう。お願いします。お会計ですね。フォーシャイン。フィーバータイムだ。いらっしゃいませ。お願いします。よろしく。 お会計ですね。また来てください。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。ようこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。残り時間わずか。お願いします。パートかけるや。フォーシャイン売り上げがものすごいことに。助けを求めてるみたいやが、店長のさりげないフォロー。フォーシャインフィーバータイムだ。お願いします。お会計ですね。また来てくださいね。タイプだよ君。超お金持ちのお客様のご来店。フォーシャイン行くぜ。腕の見せ所やで。パーティーはこれからだ。これはすごい。素敵。おもろいな。かわいいですよ。ありがとうございます。楽しいですね。フォーシャイン
ああ、何があろうと言わば、
いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ、お客様。盛り上がってきた。ようこそ。盛り上がってきた。いらっしゃいませ。どうもどうも。お客さん最高。かわいいな。お待たせしました。かわいいな。ようこそ。楽しく行こう。いらっしゃいませ。楽しませてくれや。エピザやいらっしゃいませまた来たでやっけを求めてるみたいやが店長のさりげないフォローフォーシャイお願いします50万円突破やお助けを求めてるみたいやがキリュウちゃんがナイスサポートや盛り上がりましょう。いつやな。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。フォーシャイン売上が100万円突破。お、助けを求めてるみたいやが。店長のさりげないフォロー。フォーシャイン、フィーバータイムだ。お会計ですね。一分経過。ここからどうなるんや。ようこそ。楽しく行こう。フォーシャイン。盛り上がってきた。可愛いな。盛り上がりましょう。可愛いやないか。お会計ですね。ありがとうございました。ようこそ。また来たで。ご社員。そうなんですか。よろしくお願いします。どこもは。お願いします。お会計ですね。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。助けです。盛り上がってきた。助けを求めてるみたいやが。店長のさりげないフォロー。お待ちしてました。美人だな。お願いします。助けを求めてるみたいやが。店長のさりげないフォロー。フォーシャイン、フィーバータイムだ。お願いします。お会計ですね。絶対また来てください。お願いします。お会計ですね。いらっしゃいませ。お客さん。盛り上がってきた。お会計ですね。ありがとうございました。盛り上がりました。ようこそ。フォーシャイン。そうなんですか。いらっしゃいませ。ようこそ。フォーシャイン。お会計ですね。いいですね。お会計ですね。
ですね。ありがとうございます。お待ちしておりました。かわいいな。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。素敵だ。いいよね。ようこそ。また来たよ。当社員。お会計ですね。残り時間はあとわずか。いらっしゃいませ。お客さん。お待ちしてそうなんですけど。すごいな。いらっしゃいませ。当社員、フィーバータイムだ。お願いします。助けを求めてるみたいやが、店長のさりげないフォロー。お願いします。助けを求めてるみたいやが、店長のさりげないフォロー。当社員、フィーバータイムだ。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。ファイバーピアディ。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、お客様。ようこそ、当社員。よろしくお願いします。面白いね、君。いらっしゃいませ、また来ちゃったよ。お客様。盛り上がるね。よろしくお願いします。めっちゃタイプ。
ようこそ。また来たで。当社員。お待ちしてます。いやいや。盛り上がります。ようこそ。また来たよ。当社員。そうなんや。最高や。お待たせ。偉人だね。いらっしゃいませ。お客さん。盛り上がってか。かわいいな。盛り上がっていきます。お願いします。助けを求めてるみたいやが。店長のさりげないフォロー。お願いします。助けを求めてるみたいやが。お助けを求めてるみたいやが、店長のさりげないフォロー、店長のさりげないフォロー、お願いします。お会計ですね。延長お願い。ご延長ありがとうございます。当社員フィーバータイムだ。当社員50万円突破や。ここで1分が経過しました。お会計ですね。ありがとうございました。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。どうもどうも。お客さん、お願いします。楽しいよ。お会計ですね。ようこそ。また来ちゃったよ。最高だよ。お待たせ。いらっしゃいませ。助けを求めてるみたいやが。盛り上がってきたわ。ケリューちゃんがナイスサポートや。お待たせしました。よろしく。当社員フィーバータイムだ。お会計ですね。また来てくださいね。ようこそ。楽しくいただきます。最高だ。盛り上がってきたわ。いらっしゃいませ。実やな。ここで2分が経過。お願いします。お助けを求めてるみたいやが、ケリューちゃんがナイスサポートや。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。ようこそ。また来たで。お願いします。面白い。今日は最高やな。お願いします。かわいいな。お会計ですね。ありがとうございました。また来てな。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。盛り上がりました。盛り上がってきた。お願い。助けを求めてるみたいやが、ケリューちゃんがナイスサポートや。お会計ですね。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしく。いらっしゃいませ。まだ来たね。お客さん、怖いな。貸してるわ。残り時間はあとわずかや。いらっしゃいませ。当社員フィーバータイムだ。申し訳ございません。盛り上がりましょう。かわいいな。お願いします。お会計ですね。
ようこそ当社に。当社員フィーバータイムだ。お会計ですね。お願いします。助けを求めてるみたいやな。キリュウちゃんがナイスサポートや。ありがとうございました。ナイマッピアディ。バトルスタートや。キャバクラグランプリ司会のゴーロマジマです。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。かかってきなさい。負けらんねえな。宿命の最終決戦、ついにスタートや。ついに頂上決戦、勝つのはどっちや。当社に最高や。はじめまして、翔子です。当社員へようこそ。当
しゃい。いらっしゃいませ。助けたね。最高や。盛り上がるね。お願いします。助けを求めてるみたいやが。はじめまして、カナです。どうもです。みんな。ここでキララが仕掛けてきた。ありがとうございました。大ピンチか。お。助けを求めてるみたいやが、店長のさりげないフォロー。失礼します。ごゆっくりどうぞ。フォーシャイ、いらっしゃいませ。売上が100万円突破。お願いします。助けを求めてるみたいやが、キリュウちゃんがナイスサポートや。失礼します。ごゆっくりどうぞ。フォーシャインフィーバータイムだ。偉人じゃないか。ようこそ放射に。最高や。アイカです。よろしくね。どうも。かわいいな。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。お会計ですね。お会計ですね。また見てくださいね。ようこそ。また来ちゃったよ。楽しいよ。ここで1分が経過しました。いらっしゃいませ。また来てくれよ。そうなんだ。フォーシャインフィーバータイムだ。はじめまして、ユキです。お待ちしてました。かわいいじゃないか。お会計ですね。また来てくださいね。お願い。助けを求めてるみたいやが、キリュウちゃんがナイスサポートや。失礼します。ごゆっくりどうぞ。を求めてるみたいやが、店長のさりげないフォロー。いらっしゃいますか。フォーシャイン500万円突破や。お、助けを求めてるみたいやが、キリュウちゃんがナイスサポートや。お会計ですね。フィーバータイムだ。ようこそ。また来たよ。フォーシャイン。かわいそうだ。
いらっしゃいませ。かわいいね。フォーシャイン売り上げがすごいね。お会計です。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。お願いします。お会計ですね。また来てくださいね。ようこそ。よろしく頼むよ。オーシャン。すごいじゃん。お会計ですね。オーシャイン、売り上げが大台になったね。みんな働きもんやな。よろしくお願いします。すごいタイプだよ。オーシャインフィーバータイムだ。いらっしゃいませ。お客さん、いいですね。盛り上がってきちゃったよ。お待ちしております。助けを求めてるみたいやが、残り時間わずか。パートかけるや。キリュウちゃんがナイスサポートや。ごゆっくりどうぞ。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。ようこそ。攻撃で行くわ。そうなんです。ありがとうございました。お会計ですね。お会計ですね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。かわいいじゃないか。ありがとう。これは超お金持ちがオーシャインに降臨や。パーティーはこれからだ。ありがとうございます。楽しいですね。フォーシャイン最高。たくさんはどこのドイツへ。俺たちの勝利だ。そうだな。Thank you.
いや、ちょ、ん？はあ。Okay.